今ですね、観覧師団に行く途中ですけど、観覧師団は1号線ですね。1号線の松の大川ですね。ここの松の大川、私がいるのは今トンデームにいますけど、トンデームから1号線乗って1一区間だけです。松の大川の8番出口、7番出口でも8番出口でもくるっと回るから同じですけど、7番出口の方がすぐ関西市内につながりますので、今日は私は7番出口の方に行こうと思っています。今ずっとソウルの地下鉄は出勤時間がラッシュアワーじゃないので結構閑散してますね。山って書いてありますね。この7番出口もしくは8番出口も一緒ですね。観山市山になってます。これから上に上がっていきますね。もう観山市山の雰囲気が出てますね。ここは道路沿いですけれども、何かこう物を置いて売ったりとかしてますね。これが多分入り口だと思います。あ、なるほど。あ、始まりました。観覧車さんですね。あ、美味しそう。ここはなんかカルクッキーとかですね。美味しそうですね。ツンデーとかもありますし、なんか手延べのそうめんとかもありますし、あ、ここもなんか餃子とかですね。後で私もちょっと何か食べてみようかな。あ、ここはキンパの有名な見どころですね。まだちょっと午後ぐらいからですので、空いてない店も結構ありますね。ちょっと早かったかもしれません。ね、ここは天ぷら屋さんですね。チヂミとかも、あ、美味しそうです。キンパとかもありますし、ここはなんかネットフリスとかで有名になったらしい。なんかメニューはほとんど似たようなもので、人がたくさん座ってるとこが人気かなと思いますね。それのが美味しそうですね。わー、美味しそう。いいなー。あ、ここはなんか有名らしいですね。なんかこうテレビとか有名人が写真が載ってますね。楽しいかもしれませんね。ここも豚肉のスンデーとかですね。豚肉の腸の中になんか豚の血とかを固めたソーセージみたいな感じのソーセージみたいなものとか、ソイソクとかもたくさんある。あ、美味しそう。今日はソイだと仕事が忙しくて私一人で来たんですけど、なんか撮影しながら食べようとしたらまるで不慣れなので、私狙ってちょっと一緒に食べてみますね。わー、すごい。どれもかもがもうメニューは似た目に似てて、なんか結構こう有名なとこ狙ってそこ行って食べてみようかなと思います。あ、これはなんかあれがありますね。メットルと言ってて、あっちのハルモニーの裏にくるくる回ってますけども、それコーナーも作ってます。直接ここで作ってから、すぐ即席でチヂミを作ってくれるんですね。ロピンデッドクといって、五穀の粉とかで作るチヂミみたいなもんですけど、美味しいと思います。ここ集中してピンデッドクばっかりいっぱい売ってるところですね。Thank you.
もうここもネットフリックスで、ヒルビエショットゲルズっていう有名な番組に出たらしいですね。なんかこう歩くとみんなあのその商売上手で、こっち来て来て座って座って食べて、こっち座ってこっち座ってってみんな誘われますね。知ったんやろ、喫茶じゃなくて。メインはやっぱり食べ物屋さんなんです。ここは違う入り口ですけれども、雑貨とかですね、他のものをいっぱい売ってるとこかもしれません。ちょっとだけくるっと回ってみましょう。ここすごい有名なあの、ミズリードーナツの、もち米で作ったねじり、ねじねじねじられた形のドーナツ屋さんで、行列ができてるので、私もずっと並んでみます、今日は。美味しそう。あ、こうやって作る過程も見せてますね。今、このお兄さんが作ってますね。美味しそう。作る過程を見せてくれると余計に美味しく感じますね。あ、こちらは蒸し豚になるよ。あ、いいです。あ、ここに、あ、そうですね、11時から夜中の9時まで開いてる。私はこれね、さつまいもおどちと、さつまいもおどなしと、あとサクサクカベジュ。のベーシックのチャプターで食べるの100円です。忙しそうですね。すごい行列、もう後ろもいっぱい並んでますね。食べ기하나랑고구마찹쌀도넛좀하나주세요어느게제일좋아요밥얘기야아그러면밥해드려요네뭐지금먹고가요가주세요네감사합니다아네감사합니다언니종이하나만주시겠어요이봉지봉지하나봉지저기아네감사합니다食べてみますね。これが有名で、これが一番有名。今さっき聞きました、どれが一番有名ですかって。やっぱこれが一番人気で有名らしいですね。おこう、うん、もちもちでしょ、柔らかいし、今揚げたてですから余計に美味しい、すごい。こうやって紙コップに入れてくれるのは熱いからですし、食べやすいですね。よく工夫されてますね。そう、さつまいものドーナツも食べてます。うん、本当にさつまいもの香りもそう、味ももうさつまいもそのものですね。で、私が動画撮ってると通りかかってる人が、あれ撮影してるねとか一言一言言いながらみんなあの歩いてますね。こっちがあんこがさつまいもになってます。ここですね。
そこは韓山市山カプサイオカベギっていうとこですね。テレビとかでもすごい紹介されてて、韓山市山カプサイオカベギって書いてありますね。何度かテレビとかにも紹介されてます。